C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。私は埼玉県川越市にありますヘアメイク C のという美容室のオーナーをしております篠崎でございます。よろしくお願いします。今日はなぜこのような動画を撮っているかというとですね、今日の題名こちらでございます。コロナウイルスについてです。まあ、コロナウイルスについて僕が語るわけではありません、何を語るかというとですね、コロナウイルスについての報道が、メディアの報道がひどすぎます。あんだけ不安を煽ってですね、何がいいこと、なんかいいことあるんですか、あんな不安を煽ってですよ。でそれがですね、感染したらですね、もう致死率がすごく高いとか、まあ、よくあのエボラ出血熱とかね、感染したら 何十パーセント死んじゃうみたいな、そういう病気だったら分かりますよ。ただですね、今回のコロナウイルスに関しては、僕がいろんな話を聞いたりとか YouTube で正しい情報を見たりとかね、した結果で言うとですね、ただの風邪ですよ。ただの風邪、新型インフルエンザとかもよくあるでしょ。あんなのよりも全然軽い、ただの風邪です。熱も37度ぐらいしか出ないし、もう普通何も問題ないですよ。ただですけど、高齢者で、まあ、呼吸器系とかそういったところに疾患があったりとかする方だと重症化する可能性があると。まあ、豪華クルーズ船の中でもね、80代の方2人お亡くなりになりましたよね。そういったことがあり得る。だからなんか恐怖を煽ってですね、なんかなんていうんですかね、もうメディアの方が僕は視聴率を取るために恐怖を煽ってるとしか思えないです。なんであんなに騒ぐのかなっていう感じですよね。だって普通の風邪でしょ。インフルエンザの方が僕は危ないと思いますよ。やっぱり高齢者の施設とか、インフルエンザでもう何人もお亡くなりになったりとかすることもあるし、非常に危険だと思いますし、もっと危ないのはノロウイルスだと思うんですよね。高齢者の施設とかノロウイルスかかったらもう本当にお亡くなりになる方多いので危ないです。ただ今回のコロナに関してはですね、普通の風邪ですから、こんなになんで騒ぎ立てるのかなっていうのがすごく不思議なんですね。で一番ね、あのメディアの報道を見てて、マジかそんなこと言っちゃうのかよって思ってたのがですね、特効薬がありませんっていうんですよね。特効薬、特効薬なんかあるわけねえだろっつうのよ。だってウイルスですよ。ウイルス、美容師だったら全員知ってるはずです。国家試験に出るんですよ。ウイルス細菌リケッチアっていうのが出るんですよね。でウイルスは風邪、インフルエンザ、細菌っていうのは一番わかりやすく言うと、O1 号だなんですね。で、リケッチャっていうのは僕はよくわかんないですけども、国家試験上で覚えてるやつだと、つつがむし病っていうのがあってですね。まあ、どういう症状だかな、全然わかんないですけど、結構死者とか出たりとかする病気らしいですけれども、そういうのを知ってるので、ウイルスっていうのはなぜか、何かと言ってですね、結局ウイルスに感染すると、まあ、風邪としましょう。風邪に感染します。風邪に感染したら、人間の体っていうのは、そのウイルスが入ってきたぞって言ってやっつけようとするわけですよね。で熱を高くしたりとか、でその間にですね、免疫機能がこいつなら勝てるかな、こいつなら勝てるかなって言っていろんなこう免疫を試すわけですよね。であこれなら勝てる、これなら勝てるって言って改良していって免疫ができました。できたらこのウイルスやっつけられるので、はい風邪が治りましたっていうシステムになるわけですよね。でよく薬出るじゃないですか、病院に行くと。風邪の薬、あれは対処療法ですから、鼻水止めたり頭痛止めたり熱を下げたりとか、ただそんだけのものです。痰をつまんなくしたりとかですね。だから飲んだって治るわけじゃないんですよ。だから特効薬っていうのはないんです。じゃあタミフルとかリレンザとか、あれはイナビルとか、あのインフルエンザのあれは薬って何なんだっていうとですね、あれはもうと、あれも特効薬じゃないんです。特効薬じゃなくて、ウイルスがですね、人間の体に入ってきて増殖していくわけですね。その増殖を抑える薬なんですよ。で増殖を抑えられれば、抑えてるあんまりこうウイルスが増えない時に人間の免疫機能が、お免疫ができたぞっつってやっつけ始めるから、たくさんのインフルエンザウイルスをやっつけるよりも少量なのをやっつけた方が早いじゃないですか。だから、ああいうふうに抗ウイルス剤っていうんですけど、ウイルスの増殖を抑える薬を飲むと治るのが早いってことです。だから、別に特効薬じゃないんですよ。でそんなのにですね、特効薬ありませんとかって、なんでそういう報道するんだから、なんでそんな不安をあおるのかなっていうね、メディアの方々もう信じられないです。でそれにですね、こう一喜一憂してですね、こう流されてしまってですね、やばい外に出ちゃダメだとかね、言っているなんてもう本当もったいない。人生のその
大切なこの1日2日1週間1ヶ月っていう時間をですね無駄にしてるわけだから、もうそんなのにとらわれないですね。どんどん外に出てもらったらいいですよ。だって風邪気味の子いっぱいいますよ。今電車とかの方が危ないって。マスクでしたらどのくらい防げるか分かんないけど、まあ防げるんで、防げるものもあるのでね、マスクはした方がいいと思いますけどね。外に出てですね、人生の時間をですね無駄にしないように過ごしていただきたいなと思うんですね。メディアの報道もう本当にもういい加減にしてほしいです。ああいう報道は確かに危ないこともね、確かに本当のこと言ってることもあるかもしれないけど、それでね、無駄な時間、大切な時間をね無駄に過ごしてしまうこともあるわけだから、不安を煽って視聴率をですね稼ごうとする戦法はもうやめていただきたいです。どん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 ですねテレビから人が離れていくっていうのが目に見えてるじゃないですか。本当に YouTube のね情報の方が正しい、情報が流れてるっていうのもほとんどの人がもう分かっちゃってるし、本当テレビの方ね考え直した方がいいと思いますよ。はい。そして、コロナに関してはですね、重大な疾患がある方は厳重に注視していただいてですね、そうじゃない方はですね普通に出ていただいて、で僕ちょっと鼻声でちょっと風邪気味なんですけど、コロナかもしれないですよ、分かんないですよ。でコロナかもしれないじゃないですか。で普通の風邪ですよ、なんともないですよ。もちろんね、人にうつさないためにですねマスクとかも常時してますし、お店にいるときはですね必ず、今はね皆様に話すためにマスク取りましたよ、取りましたけども、今日もミーティングの時これしてました。それはそうかなと思うんですよね。他人にうつさないってことが大事だと思うんで、電車乗る方はねやっぱりこう予防策的にマスクをした方がいいと思いますし、マスクないって言われると厳しいですね、本当ね。だけれどね、あんな報道しなきゃねマスクなんて普通にあるはずですよ。だからメディアの方ね本当に考え直した方がいいですよ、報道の仕方。はい。人の不安を煽って視聴率を上げるようなことはやめていただきたいというふうに思いますね。それからね、なんか情報番組とかでなんかお医者さんとか出てるでしょ、本当のことを言いなよって。いやコロナは疾患がある方にはねかかると重症化する可能性があります。それはね風邪も同じですから、普通の風邪と思ってね、あんまりこうなんていうのかな、こうやばいやばいみたいな感じでね接しない方がいいですよって、普通ですからって言っちゃえばいいのに。でそういうことを言う医者は呼ばれないわけですよね、結局テレビに。だからテレビに呼ばれるためになんかいい猫ちゃんみたいな感じになってるわけですよ。本当にやめていただきたいなと思う今日この頃です。以上です。今日は怒ってるよちょっとだけ、そんな感じでさよなら。外出ろよ、全然大丈夫だぞ。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。